お疲れちゃんです。ラットです。今日はですねこちらゴレクロやっていきたいと思います。さあというわけで2022年ね初ゴレクロやっていくんですけども、まあここ最近ゴレクロ自体そんな使われてないですね。まあクローンで使われてると言ったらもうラバですね。はい、キョスケも全然いなくて、まあラバクラがいるぐらいなんですけど、まあそんな中でねちょっと使われてたゴレクロを発見しました。はい、見た目的にめっちゃ強そうですね。でなんか前プリンスザッピーのゴレクロがあったんですよ。まあ、それとすごい似てるんですけど、まあ、なんかゴルナイがプリンスだったかな。多分ゴルナイがプリンスで、ランバーが、スケルトン部隊とかだったと思うんですよ。多分プリンススケブとかで、エグ強かったデッキなので、まあ、ゴルナイ持ってないよって方は、まあ、ここ別にスケブかプリンスで、まあ、ランバーいてもいいと思いますし、まあ、ランバー持ってないならプリンススケブとかで、ちょっとぜひね、やってみてください。ということで、いきます。さあ、というわけでやっていくんですが、このデッキのね、マジ重要なのは、ザッピーですね。というのも、なんかこの、やっぱザッピーとダグネ両方いることによって、その相手はやっぱザッピーにファイブとかポイズンとか打たなきゃ突破できないんですよ。でも打ったら打ったでゴレダグネが止まんなくなるんですよ。っていうこの仕組みが強いです。はい。ただそれだけですね。あと意外となんかゴレクロって、そのバルーンとかがきつかったりするんですよ。そう、対空が基本的にダグネコウモリとかしかいないんで。ザッピーいるだけでね、バルーンってファイブはあんま入ってないじゃないですか。まあラバルとかなら別ですよ。まあ、ラバレだったらもう別に、その、クローンで、もうダクネクローンしときゃ終わるんだよ、あんな。そう。っていう雑な考え方なんですけど。あ、本当でもそんな感じで、その、ゴレクロの結構弱点っていうかきつい部分をカバーしてくれるのが、あれです。名前忘れた。ザピです。で、これちょっと嫌っすね。めんどくさいっすね。あ、これでもザップないんで今。え？あれ？ザップある？ちょ、回っちゃったか。いやー、これペッカ溶けてくれないってやばいっすね。いや、なんでペッカ使ったらしょっぱなゴレくんのって話じゃん。気悪いっすよね。やべー。大ピーチ。これでもなんか高めで受けてゴルナイ走らせてさ、エレキもこう、ただの頭突き。あ、でもダメージこれでトントンレベルなの、おもろいな。いや、これ走れねえかな、バレるかな。いやー、終わった。これは、終わりました。これでは無理に守ると散るので、後ろのマジエチェだけ、後から、そうっすね、処理したいっすね。この、ここだけね。ここだけしっかりちょっと処理させてもらって、マジエチェだけやらして、ペカ、くん、一回来ないでほしかったな。まあ。本当にぐらいの感覚で無理せず行くのがいいですね。で、なんなら今相手がいないんで、ペッカがね。いや、回るかな。気合で行けねえか。来た。俺のちょっとしたかったやつ。でさ、クローンして、いや、クローンフィーバー？オーケー。いや、もう大暴走、大暴走。いや、これさ、ファイブ使ってさ、いや、これシャシャリ、今シャシャった方がいい気がするんだよな。なんかね、たまには調子乗ったら方がいい時もある。いや、このクローンはね、いやー悩んだけど、やめとこ。いや、やめてよかったですね、今エレキ来て。からのガチの鬼強ですね、こういうの。もう形組んじゃって。きついよ、これ相手。からの、ペッカーが出る？何が出る？知らねえよ、走るよ。っていう、もうゴールね、あー、もうそんなんね、意味ない。走ればだって。ゴレこれさ、ペッカ押してさ、走れねえかな、この距離。無理か。まあ、ゴレバッカ。いや、待って、なんか、急に下手？いや、でも、なんか、ええ感じにならん？いやー、なんか思ったより地味。で、真ん中、なんかターゲット取るのか？ね、ザッピー強いんですよ。これ5打たなきゃ突破できないんでね。で、5打ったら別にまあ、打ったねっていう。やべ、ちょっと待って。汗。真ん中ペア来ないよね。あ、でもダメージが合ってるんですよ、もう。僕。無理に攻める必要ないと。うい、怖え。ラム来る。ファイブだけやめて。あ、てか、え？ファイブじゃん。ペッカラムのマジエチェってなんだ？ファイブだったっけ？いや、もうわかんなくなったけど、ここで攻める勇気。オッケー。ゴルナイ。走りたいよな、お前。お前が走りたいって言ってんだよな。いやー、ユニット一旦全部やってくれ、ゴルナイ。なんかパッとせんな、おい。やばいって、ダメージが。このまま勝てそう。なんか、ザッピーが悪さしとる。もしかしてそういう感じ？そういう感じ。
勝ちました。まあ、勝ったんでいいとしましょう。いや、でも、マジでとかちょっとめんどくさいですね。ヤナメファイボでもいいです。はい。でも、ファイボにしたらロケホー来るんで、ヤナメでいきます。まあ、そういうわけで、まあ、なんか、ダクネクローンが、まあ、言ったらダクネクほど弱くなったんですけど、まあ、この後ろのゴールナイとかで、気合で頑張っちゃおうぜって話ですね。てか、前のでもプリンス型の時、えぐ強かった気がするんですよ。なんか、僕の記憶では。うん。いやだからなんならプリンス入れたいぐらいですね。ランバーとか消してね。まあでもランバークローンとかも強いですからね。ゴレコンやないかい全然おい。回してくれやゴレを。一番最後はやめえや。あーこれ走ったらでもいいことありそう。いいことあれ。いやここでゴレをくれや俺に。さあまあコカッちゃんかな。うーんこんなんもう美味しい美味しい俺からしたら。もう始まりこれドーンでコウモリが頑張れコウモリが頑張れ苦労しちゃっていいんじゃないこれだって相手さプリンセスいないんやでどうやって守るんロケッティーナかあー終わったっしょこれなんならこれゴルナイ追加来たいよゴルナイこれ待ってないもしかして俺の追加をいやー追加しなくてもいけちゃうっていうやつねさあでダクアウトローも咲いて対空がないんで体育マシマシコウモリ追加プランで気づけば気持ちいいあーこれっすよ2022年もね、クロンですゴリクロですいやもう夏いですねめちゃくちゃ懐かしいって正体これがないやないかいいやマジでゴレをちょうだいそれだけですようんまあでも安定のこの破壊力あるっすね。間違いなく。なんかゴレクロってぶっちゃけもうダクネいれば、ダクネコウモリ入れとけば、あと中身なんでもいいんですよ。まあスケベも入れていいと思うんですけどね。よいしょ。いやー、ザッパーか。ヒースピザップスパちゃんじゃないこれ。あー、でも相手もこれケツスパーキー多分なかったやつだな。どうしようかな。なんか中途半端に、これ良くないんですよ、多分。ケツスパーキー。来んのかなあーエレキかいやこれは行ってもいい気がするエレキはちょっと手前にいるんでゴレクローンであのエレキをね処したかったなやべこのゴレナイさやべえかなもしかして蓋されるかあーやべえあ終わる俺のやつ終わるマジでやばい本当にやばい本気でやばいこれさスパーキあれが来るよなあれじゃないゴブジャイこれやばいっすねはい。やばかったです。やばかったです。まあ、やばいんですけど、まあそういうこともあるっすよ。人間ですもの。まあ、同類でいいかな。いやでもザッピーで、あ、ばあばあばあ待って、待って、え、もしかして、そういう感じ？この絶妙でザップで落ちない、なんか、せめてなんなら落ちてっていうやつこれ。わあ、やっちもうた、これ。こうなるなら落ちてくれやっていう。96ってザップで落ちんのよ、ギリ。これでもさ、ワンチャンスキル使って、事故れ、ワンチャン破壊、キング破壊ない？え？ありそう。マジでありそう。なんなら、タク？行き過ぎ？これ行き過ぎか？お願い。あ、なんかワンチャンこれ、ゴブジェイ止まる？ゴブジェイ止まる？いや、止めるんすよ。うん。いや、相手低めスパーキー来たら天才。あー、オッケーオッケー。いや、待って、俺、これ、勝ったらさ、いやー、ピッ。まあ、そうですよね。はい、ごめんなさい。追加ゴール内ね、やりたくなると思うんですけど、こういうことになるんで、皆さん気をつけてください。本当に。あれが先般です。いや、ちょっとクローンとかね、使っちゃうと、テンション上がって、おはんしょってこれないやないかい、また。ゴリゴリに、なんかあんな感じになっちゃいますけど、本当に。クローンも大事ですからね。丁寧に。似合わねえな、世界一。さあ、ランバジャック。LSP。なんか似たようなデッキ多いっすね、こういう。いや、待って。いや、今年の運勢。なんか、見たんすよ。なんか、なんだとか、血液型と、その、十二支の、
生まれたやつで48個のランキングのうち何位みたいな、その運勢がなんかテレビで出てて僕見たんですよ。そうしたら48のうちの45位だったんですよ。そりゃ初手これもコンワっていう話じゃない。そういうことで合ってるよね、この引きの悪さは。これが45位です。乙女座のあれなんですよね、大型なんですよ僕。そうなんで、うわーもうつれーもうつれー、なんかあー、しかも濁流も行かれる、あーこれやべえな。でこの意味わからん黒でしょ、うわやべえやべえやべえけどなんとかなってるやべえけどなんとかなってる。オッケーオッケー、さあマザネク嘘って言ってマザネクですって、えぐくね、えぐくね、なんで本当に見て、見て、マジえバグやん。マザネクが、まあ、マザネク咲いたらか、まあ、マザネクいてもゴルナイなんで関係ねえっしょっていう話ね。さあまさかのマザネク来たな。もうガンイモガンイモ、こんなんガンイモよ一旦、ゴルねえし。さあ耐えて、さあマザネク来る、もうこんなんケツゴレよ。でなんだこゴルネちょっと走らせてえな。おい豚にしてんだろ、おれいけ、あはは全然走らないやんあいつ。まあでもこれあいつ中型スペルなかったらさ形組んで終わりみたいなとこない。いやーなんかええ感じにクローンかましてんやけどな。いい振りすぎた、やばいやばい。でもさこれめっちゃ熱くね、しかも相手もしかしてさマズネク出したいタイプ。いやお願いお願い、うわーマジで全然走らん、あーやべ気割り全然走らん、いやマジでいい意味がわからん本当に。えこれで俺押し切れるん、どういうこと。うん、これユニット追加したらめっちゃ熱そうやない。まあいいやもケツゴレでマジで意味わかんねえんだもん。相手のまずフリーズも意味わかんねえけどさ、これで勝てそうになってるのがもう意味わかんないよね。さあもうマザネクとか知らんで押し切ったっすね。今ので押し切れるならもう一回同じことすればいいんじゃないのっていう話だよね。でゴルナインフリーズ来るんで遅れてちょっと追加したいですね。こんぐらいで、これね来た、これでもうダッシュ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 、いやそうよ、でなんかええ感じに全部さよならしてゴルナインで勝利来ました。もう今日一これをしたかっただけですね。いやーザッピー6台もおもろ、いやいいね。マザネク押し切れるのちょっと熱いな。でもお敗坊である理由がないもんね。まあマジアチョマザネクがちょっとめんどくさいぐらいか。さあスケルトモード、いやーやっぱ45位ゴレイクはコン、初手にコン、こんなコン買ったこと多分ないよ今まで動画内で。なんかその来ない試合はあるもちろんありますよ、確率の問題なんで。けどよ全部ないじゃんそんなことある、すげえわ、怖えよ2022年何が起こんだよ。うわーもうやべ泣きて、スケルトン部隊がないんでこのスパーキーがちょっとやばいっすね。撃たれたら終わる、撃たれた、あーでザップもしかして、うん、いや、ザップとか打ってくるわけではないと。まあまあ、一旦、ああ、ザップもあるね。まあ、一旦耐えたらいいっすよね。しかもさ、ヤナムザップ使ってさ、これ残ったの地味にうざいやつよ。いいってらっしゃい。スケボーもない。まあ、陸かが遅れてガゴかぐらい。いやー、打ちたくなる。打ちたくなるけど我慢。いやー、めんど。嫌ですね。うわー、ジャイスペの矢沢くんですよ。まあ、結局はゴルナイダッシュと、まあ、ザッピーがいい味出したんですよね、結局。いやー、スパーキーの逆サイゴリゴリ、もう、ゴリムシの11交換したいな、なんか。そんなこと叶うのかって話なんですけど、おー、スキラか？あー、なるほどね。いや、ザッピー強っ。え、めっちゃ頑張ってね、ザッピー。え？いや、みんなこんなん見たらザッピーに惚れるくない？これで惚れないやつおる？もうだってクローンしてさ。やば。で、ここで？あ、グルナイドッグ消えた。やばいやばいやばい。
待って、いや、オッケーオッケー、嫌な飴使ったらいいんですよ、僕のザッピーが残るんで。いや問題はね、スパーキーの受けがきつい。いやめっちゃいい受け、え天才じゃない、多分。でこうダントが耐えてザッピーの前にゴルナイつけて戦いたい。うわあ、いやーやだ、耐えて、ヤナムザップくる、これ。そっちにヤナムザップ使っても残るんじゃない、スパー撃破できる、これワンチャンない、マジで。どんなっすか、突破しちゃい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 、ゴルネのダッシュを使わない俺、今使う、やーだ。あーなんか、待って待って、ルイジ、え、マジで落ちん、いけるいける、え、マジでさ、ワンチャンある、もうびっくり、え、やばい、待って、びっくり、相手もう泣いてるんじゃん、これさ、もう行った方がいいな、多分。行ってもなんか黒のパーンやってきゃいいんじゃない、黒のパーン、どんなだけで、あ、小石が来た、あー、やっぱこれね、最後の削り、ゴルニー、ディンディンディン、おい、気持ちいいじゃん。いや、よろしくとか言ってもらってもね、大差もあったんだよ。ないぞ、下げた、ま、マジで最後の削りは優秀っすね。それ専用、デストロイヤー。名前が怖いって。いや、待って、神書できた。強発。これもう、ユニット1枚来たら、ゴレダクネ組んで、まあ、あとはもう祈ってください。祈りが届けば勝ち、届かなければ負け。いや、ハシマイミリペの時点でもういいデッキではないんですよね。まあ電車デッキとかも可能性あるっすよね、スパーキーとか。いやー、なんだい君は。ジェイスケラか、もうスパーキーかの2択か、もうあれですよね、人間界から離れちゃったあのバルキリーミニペウィザードバルーンレイジ的なねやつっすよ。何これ、ミニペで待つ、ゴレエレジャイ、まあゴレエレジャイもあるけど、普通に考えたらスパーキーっぽいんですよね。いや、ゴレナイダッシュでなんとかなりそうだけど、スパーキーな、嫌な思い出あるっすからね。さっき俺もやるかちょっと待って、おわいこです、これで。おお、予想外ですね、これ。いや、わかんねえマジで。いや、でもスパーキーっぽいな。そういうこと。これでもゴレ出さなきゃ、結局僕あのペッカの受けなくて守れないんで、ゴレ出すんですよ。ふーん、ペッカですって、わかるわけないやん。さあ、ペッカミニペザッピーか。あ、ペッカザッピーか。いや、クローンしてもいいけどな、暇なんで。え、未来見えてる君。え、ごくない？え、でも皆さん、これ、相性いいかもしれません。相性いいは嘘だろうって思うかもしれないんですけど、相手ポイズンなんですよ。じゃあ、このザッピー、どうやって突破するって話じゃないですか。そうなんです。このザッピー最強なんです、僕。なんならここで蓋しちゃうっていう。ザッピー最強なんですよ、だって。このザッピー。え？え、で、それ、やってない？ああ、じゃあ、未来見えてる？もしかして。もしかしてさ、俺の対戦って、未来見えてんだけど、タイミングがプロすぎる。まあまあ、ここは抑えれそう。いや、ザッピーマジです。ポイズンだからね。いや、問題なんかこのちっこいの嫌だな。ちっこいのとか言っちゃって。あ、これもゴレね。ゴレ残って、ここで、こっちに、ってからのこっち。嘘なんです。ザップだけで終わっちゃったけど。いやー、なんとも言えないけど、ゴレナイのおかげで勝ってる。マジで。いや、ゴレナイのおかげで勝ってる。さあ、ペッカスキャラっすね。まあ言っちゃえばガンメタみたいなとこありますね。ガンメタです。どっからどう見てもガンメタです。まあでも、高めコウモリきつそうだな。
わあ、そのザッピエロ、エロいっすよね今の。いや、ザップもあるもんね、しっかり。めっちゃしっかりしてんな。しかもミニペ付き一緒。これどうやって勝つ？あ、わかりました。逆サイ、ランバー、ゴルナイだ。これ。本当に？嘘？いや、マジでゴルナイレイジがさ、やっぱ強いっす。いや、ゴルナイレイジ。いや、マジで、マジで、マジで。マジで。そういうこと？このランバーは。もしかして。いやー、もう耐えてほしい。もう耐えることしかできん。しかも今ちょうどポイズンね。あ、竹変わったのでけ。でけえけど、ちょっと。怖え、怖え、怖え。ここにさ、端前ゴリかなんかでダメージ稼ぎたいな。え、これヤンキーすぎよ、俺もしかして。ヤンキー、ヤンキー、あ、ヤンキーだけどきついって。未来見えんだから勝てんねえ。俺は頑張ったっす。はいはい、というわけで、まあ、最後負けちゃったんすけど、あれあれあれはちょっとしんどかったですね。まあでもなんかプリンスでもマジで強いと思うんで、ちょっとぜひ皆様やってみてください。まあ今シーズンというか、まあ今年ね、ゴレクロどうなるかちょっとわかんないんですけど、まあちょっと使えないことはないですしね。なんならこうスケキンとかアチャクイとかでもね、できると思うんで、ちょっといろんなゴレクロまたね、はい、今年も紹介していきたいと思います。それではチャンネル、高評価もね、お願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。